こんにちは、松本です。今日はピンピンコロリは現実的かという話です。先日父が他界しました。86でだいぶ老いて、葉っぱも枯れてだいぶ落ちてきたけど、まだ緑の葉っぱも残ってるし、もう少し時間があるだろうなと思っていたら、根元からぼっきり折れた。とは弟の家族葬での挨拶なんですけど、まさにそんな感じでした。父は家族には迷惑をかけたくない、もともとスパゲティにはなりたくない、痛みがあれば取ってほしいけど、点滴など何もしてくれるな、胃ろうなどもってのほかだ、病院に行くときは死ぬときだけでいいと言っており、私の手元にある2017年のリビングウィルにもそう書いてありました。実際に人生で一度も入院することもなく、その言葉をそのまま実行した生き方だったんですね。開業医だったので、患者さんには治療するようにって言ってたと思うんですけど、さて今ピンピンコロリがいいと思っていらっしゃる人も多いと思います。最後の時までピンピンしていて、突然コロッと行くのがいいというわけですよね。痛いのも介護してもらうのも嫌ですよね。父の場合はピンピンとまでは言えませんが、ピンくらいの感じではあったと思います。薬を飲むことはあっても、点滴をすることも数年前に一度あった程度で、まして入院することは一度もなかったんですから。でも父を見ていて、医学的にピンピンコロリはありえないとつくづく思いました。あれは事故死だけです。なぜなら、ピンピンしてる人は死なないんですよね。コロリと死ぬ人は自分が気がついていないか、周りが気がついていないだけで、ピンピンはしてないんですよね。社会的にピンピンコロリに対しては批判も賛同もあるでしょうけど、医学的には自己死以外っていうのは事実上無理なんで、実際ピンピンコロリだった人 3% ぐらいらしいですね。で、自分が無事に年齢を重ねていった場合、どんな風に生きたいかっていうのを考えるのは大切だと改めて思いました。私最近、温かい人間関係のための機能性医学を伝えていきたいなと思ってます。なぜ健康のための機能性医学でなくて温かい人間関係のためなのかですが、いろんな研究結果から、そもそもちょっと考えればわかる話なんですけど、人の幸せっていうのは温かい人間関係にあるんですよね。そりゃそうですよね。体が健康でも誰とも温かい人間関係がまるでなかったら幸せとは言えないですよね、多分ね。ましてお金や名誉や地位は幸せとは関係ないですよね。だからってお金も名誉も地位も不要だというのとはもちろん違いますよ。ただ温かい人間関係を作るためにはある程度健康も大切だと思うんですよね。体や心が痛いところばかりではなかなか人に優しくできないですもんね。というわけで、温かい人間関係を作るために、今日も息子と喧嘩している私でした。それってどうなの？今日の話が面白かったか、役に立ったなという人はいいねとチャンネル登録もよろしく。別のチャンネルで小難しい話を真剣な顔して話してます。そちらもチャンネル登録してご覧ください。いつも YouTube やメルマガを読んでいただいてありがとうございます。さて、特別なお知らせがあります。 YouTube 視聴者、メルマガ読者限定の無料オンライン個別面談をしています。自分でできるだけ自然な方法で体の問題を解決することに興味があるか、何らかの体の悩みがある人のための60分から120分の無料個別面談です。興味のある人は QR コードか概要欄の URL からどうぞ。いつまでしているか分かりませんが、ご興味のある方をお待ちしています。最後までありがとうございました。今日も明日も一日気持ちよくお過ごしください。それではまたお会いしましょう。